赤崎勇、赤崎勇、赤崎勇、1929年1月30日体は、日本の半導体工学者。学位は、工学博士、名古屋大学、名城大学大学院、理工学研究科修身教授、名城大学先端科学技術研究所所長、名古屋大学特別教授、名誉教授、名古屋大学、赤崎記念研究センターフェロー、 京都大学名誉博士、文化功労者、文化勲章受賞者、日本学士委員会員、高輝度青色発光ダイオードの発明で2014年度、ノーベル物理学賞を受賞。株式会社、松下電気東京研究所基礎第四、研究室室長、松下技研株式会社半導体部長、名古屋大学工学部教授などを歴任した。赤崎の木は、 山辺にき、いわゆる、立つ先であるが、ジス X-0208 に収録されていない文字のため、赤崎勇と表記されることも多い。鹿児島県出身の半導体工学者、高輝度青色発光ダイオードの核となる、窒化ガリウムの研究が知られており、世界の学術界、産業界の研究者たちが挑戦し撤退していった。 物性制御が困難と信じれた窒化ガリウムを半導体研究ではそれまで用いることがほとんどなかったマゲイドポーを決断し、高品質高純度の結晶化を実現し、1986年、世界初の成功を収める特許170万8203、米国特許48万5249、特許302万6087、 米国特許512万2845。そして理論上不可能とされた窒化ガリウムにおける P 型電動の発見や実現困難だとされた窒化物半導体発光ダイオードを高輝度にするために必要 P 型半導体、N 型半導体の PN 接合青色発光ダイオードを発明し1989年不可能に近いとされた高輝度青色発光ダイオードを世界で 初めて成功に導いた。また自然界には存在しなかった窒化ガリウム結晶の創造はエレクトロニクス革命とも呼ばれ、次世代の半導体発明にもつながることになった。これらの青色発光ダイオード発明業績、ガ窒化物半導体に関する業績の県著論文は約700篇以上、221以上にも上る特許を取得。これらの結出した業績により、温床、 ノーベル物理学賞を受賞するなど、国内外の数々の重要な賞を多受賞する。なお1986年には、名古屋大学、赤崎研究グループと、豊田合成の産学連携による、青色発光ダイオード製品化生産技術プロジェクトが始動し、1987年に、科学技術振興事業団から、青色 LED の製技術開発を受託。 1991年には世界に先駆けて実用化の成功認定がされる。2014年度にノーベル物理学賞を天野博中村修二と共に受賞。鹿児島県川辺郡知蘭村、後の,の知蘭町、現、南九州市出身。幼少期に鹿児島市の上町地区に移り、鹿児島市立大流小学校、鹿児島県立、 第二鹿児島中学校、現、鹿児島県立港南高等学校、1946年に、旧制第7高等学校増資官、現、鹿児島大学を卒業し、京都大学理学部に進学。大学時代は、吉田寮に住み、地元の人もめったに訪れないような神社仏閣を、寮の友人たちと巡ったり、夏休みには、新州の山々を歩き、 クラシック鑑賞などをして充実した学生時代を過ごす。1952年京都大学理学部科学科卒業。2歳年上の兄は九州大学大学院総合理工学教授や福岡工業大学学長を任したプラズマ工学が専門の赤崎正則九州大学名誉教授。京都大学卒業後、1952年神戸工業、現。 伝送店に入社し、明石市大久保製作所で、ブラウン管開発に従事するが、個体組織研究や電子放射分野の大家で、直属の上司だった、有住哲也真空管部長名古屋、大学工学部電子工学科に転出するのに伴い、有住研究室の助手になるよう誘われる。当初断ったもの,の強い要請により、1959年からは、名古屋大学、有住研究室で、 学級生活に入ることになり、助手、講師、助教授を務め、博士論文、GE の基礎成長に関する研究で、名古屋大学工学博士、1964年スカウトされる形で、松下幸之助の熱望で新しく作られたばかりの、松下電気東京研究所に招聘れることになる。えりすぐりの研究者が招聘された東京研究所では32歳に、 して一番若い研究室長と迎えられた以後、基礎第四研究室長や松下技研株式、会社半導体部長に就任する。研究室では、ギャスや、ギャップやアルンを中心とする EEV 属半導体、及び根性、ギャースプ、ゲインプ、ゲイナスプなど、の各種結晶成長、基礎及び、化学基礎成長、物理基礎成長、エピタキシャル成長、 分子線エピタキシー法、有益成長、液体風刺高圧引上げ成長など及び、電気、光学性質に関する研究業績、赤色、黄緑色 LED の開発に関する著しい業績を挙げ、1979年には日本初の赤色レーザーダイオードを発信させることに成功させている。1981年復帰要請の出ていた名古屋大学に戻り、 工学部電子工学科教授に就任し、大学では異例となる独自の研究室を不妊初年度に開設される。研究室メンバーは最初の指導学生となる天野博士、現名古屋大学特別教授や小井出康を、現国立研究開発法人物質、材料研究機構理事らが在籍し、数多くの優秀な研究者たちを育て上げたことでも有名である。 1992年に名古屋大学を定年退官。1992年からは名城大学理工学部教授に就任。現在は名城大学就寝教授、名古屋大学特別教授を務める。物性制御が困難と諦められていた窒化ガリウムの結晶化に成功し、世界初の青色発光ダイオード、青色 LED を実現させたことでも、 世界で有名。それらの驚きは1993年から2002年までの10年間だけでも、国際会議や学術会議での基調講演、招待講演が140件を優に超える反響を呼ぶことになる。その窒化ガリウム、青色 LED レーザー関連に及ぶ膨大な特許量を建設費の一部に用いて、名古屋大学東山キャンパス内に赤崎記念研究館が建設され、 2006年10月20日に、開館した。h アマノ m a の、t a s ア a i 赤崎、スティミオレイテッドエミッションニアウルトラバイオレット、アットルームテンパチャーフロムへ、ガンフィルムグローン、オンサファイアバイムーベップユシングアンアルンバファーガソウ、JPN、J、アップル、フィズ、ボリューム29、ナンバーに、PP、L205L206、1990。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。